続きまして、えー、34年生ですね、えー「行楽で多くの人が」と書いてあるこちらの文章ですはいでは取っていきますうんと1マスね必ず開けてください、えー、そしてんこれを書くときはまず行人弁なんですけど真ん中の線よりもここ あのもうちょっと右のラインでこれを揃えるようなイメージあの辺と作りは半分半分っていう扱いではないなっていうのがこういうところで分かりますよね辺の方がが狭狭いいいいんんでですす使っていい幅が狭いんですなのでこうにしておいてここに関数字の2が来てますねこういう感じでこういうところも「B」っていうまっすぐな線よりは少し こういうしなってるようなところが見えるような線を描けるようになるととても綺麗です。でここの最後右下のラインのこの部分っていうのは辺のここの最後のあのここですねこの位置よりも上がらないこと短いとおかしいです。 同じか少し下に出ても構わないぐらいですね。なのでここは上がっちゃダメですよ。ちょっとこうあの坂道みたいになっちゃうんですよ。なのでそこだけは注意です。でこう楽です。楽という字難しいかなこれこれは1対1ぐらいです。この縦の幅。トントンってこれ同じぐらいの。 あの関係ですねあんまり下のこの木の部分が多く締めててもちょっとおかしいんですよだから1対1っていう風に覚えてもらってまずじゃあこの四角がこうねありますよねここを2等分してみたらいい、まあ、このぐらいですよねこういう風になって縦の中心はねこれ私引いてますけど横の中心がここにあるとしたら。 こここよりもこの白といいいう字が出なければいいですで。ここに隙間を少し作っとくようなイメージででトン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 って書きますけどこの4つの点はおなあのこうつながってるようなイメージでみんなほらここから出ないですよね。トン,トン、そうでこれとかも打ち方としたらドンギュッて引くのではなくてスーッときてギュッて押さえるような。 点ってそういう打ち方なんですけど全てそうになってますそれでここをぎゅーっと長く持ってきといて全部乗せてあげてここですねで半分木ですからこれ半分に分けるようなイメージで,でこんな感じです交、えー、楽ででは先ほども言いましたねこういう感じですねここの反りがしっかりしてると綺麗に見えます えっとね。学年違う方のもあの時間があったらちょっと流しながら早送りでもいいので聞いといてもらえると。きっと私もそっちで言ってるとどっちかで言ってなかったりっていうのがあるかもしれないので。はい、参考にしてみてください。多くのえー、こうですね。ここ柔らかく丸くすること。ここから上には結構上がってください。ここ上がりますよ。 でこう回ってきてこうですねはい次漢字で「人」という字がきますね人っていう字は、えー、これが結構しっかりめに入ったらすぐに横に行きますでこうですね入ったら横です間違いやすいのはこうしてこういう風になっちゃうやつこれはちょっと違いますので人という字を書くときには こう気質って言います気質を入れたらすぐに左へ行くことで左のこの払いができると下地面の位置が分かりますねここにあ揃えればいいなーっていうのが分かってくるのでこれをぎゅーっと同じ位置まで下ろしてくればいいですこれと同じ位置までそれから横に払うようにそうするとバランス取りやすいですねはいがですがー 高速という、あの高高いという字ですね。これが、えー、っと、あまりあの鉛筆の先が丸いと書きづらいときありますね。まあでもあんまりね、あのね、とんがったのも嫌なんですよ。あのね、細く見えちゃうのもちょっと困りものなので、力を抜くといいです。横の線を書くとき力を抜いて、 横の時だけねでこここここういうところの隙間をちゃんと作ってあげることですはい即キュッとちょっと短めでキュッと上がるような性質の方がいいでしょうねでこうちょっと横長の口があって縦を貫いたらこちら払ってこちら止めましょうよくねあの二重の払いを切ら んですよね、あのー、なのでこれ最後診療これ払いがありますよねこれ両方払うとちょっとねうるさいんですよだからちょっと1個止めてあげたりするといいです学校はどっち習うのかな止めてたかな止めてたらいいんですけどね、えー、サービスここ長くしといてこちら上がこっち右側が長いです はい。B ですよ。こうしといて、ここ、点、点。点の位置、結構、あの、大人の方からも質問があるぐらい、あの、位置、位置関係見ましょうね。こういうラインであるといいですよ。右の上です。えー、っと、最後ね。えー、サービスエリアですね。巣もね、意外と、あのー、 この部分をちゃんと見ないといけないので、あ、あの、なんだろうな、傾きやすい字ではあります。こうしてまずこうにして、人っていう字と一緒ですね。左のこれを見て、ここに合わせるんだというところでギュッと持ってくるんですけど、ここにこう三角形が二等辺三角形ができるといいです。これ二等辺っていうのがね、あのポイントですね。これが傾いちゃうとどうしてもダメなので、同じように。 こう長さと角度とって感じです。絵、はい、はこうギュッと上がる線これは関数字2の応用になりますはい「り」の場合はひらがなと違ってここが直線的です。えひらがなはねふっくらとこういう風にしてねって言いますけどこれギュッとまっすぐでこちらもそうまっすぐ降りてきてこうですね。 はい泡しっかり入ったらちょっとこうふわっとさせるといいですでここに隙間がしっかりできるように潰さないでおきましょうでこれもこうまっすぐ来てこちらにはいでですねでえー、一息はい1ですぎゅーっとギリギリまで使いましょうこれはね はい。即という字です。これは、えー、頭でっかちな感じに見える字なんですけど、マスに書くときどうしてもね、ちょっと大きくなりがちなんですね。だから、ここ上ギリギリから来ましょうね。四角いこの囲み枠は、このい、この位置にあります。こうもギリギリから。で、心の一画目ですけど、 かかりますか1二角目のこのすぐ下辺りでも構いませんそこから外側に向かってますこギュッとだんだん強く太くなるように短い間でですけどこういう力の,あの強さのねこの変化が見えるようにできるといいですねでここ点の始まりよりもちょっと上から入れるようにこう持ってきます で、下のラインが揃うような感じで、でも下に下がりっぱなしじゃないですよね。跳ねる直前にはちょっとこうカーブして上がってるような感じ。それをちゃんと作ってから、トントンとこう寝かせるようなこういうラインです。かなり寝かせてますよね。これぐらいやっちゃってください。で、ここに隙間が欲しいので、隙間作りますよ。点の位置ね、大事です、これが。 はい小44、はい、年生の4ってね難しいですよねこんなに薄っぺら書きますはい小3です漢、まあ、数字って薄っぺらいですよねこのねぎゅっとさせて書くような感じですねはいでは34年生も頑張ってください今年最後ですね はい、失礼します。